EOS は仮想マシンである。EOS は主に Linux カーネル兼 Xfree86、そしてワインをベースにしており、いくつかの OS の代わりになることを目的としている。以下に、それを示す Windows、MacOS、Bis、OS に DOS、Linux である。EOS のゴールは他の OS を実際に インストールせずにその OS 向けのプログラムを実行できるようにすることである。したがってフリーな OS の選択肢の中ですべてのプログラムが実装されなければならない。バージョン0.2.8で EOS は様々な家庭用ゲーム機をエミュレートするためにメスと統合し、そのためゲーム機のために違ったエミュレータを入手する必要がなくなった。 このプロジェクトは1995年にフリーな DOS の完成とともに始まった。1998年まではもっぱらフリードウス上であったが、それ以来シール GUI 上になった。2000年に EOS プロジェクトはビ i s Windows、Wind MacOS、OS に MSDOS、Linux を含む複数のプラットフォーム向けに書かれたプログラムを 同じコンピューター上で同時に走らせることのできるシステムを作るためにより大きな方向へ進み出した0.292006年12月28日にバージョン0.29が登場したユーティリティのインゲットによるアップデートのしやすさが向上し e-OS の外部からアプリケーションを実行することがサポートされマルチメディアやネットワークもサポートされた そしてスリブメイスさによっていい OS の Windows API 向けの 3D がサポートされた0.280.272006年5月16日にバージョン0.27が登場した新しい GUI と言語の選択肢として英語とスペイン語が追加されたこのリリースでは Windows 9x XP 上でのインストールが可能になりさらなる ネットワークサポートが追加された0.262006年3月23日にバージョン0.26が登場した。兼イメージとして Windows、Linux、FreeBusdo、p e n b u s d Darwin、v i s 上での実行が可能になった。このリリースは Linux、f r e e b u s d でのプログラムと完全に互換性が保たれている。 ユニックスシステムとエクストにファイルシステムが新たにサポートされた 0.25C2005 年7月27日にバージョン 0.25C が登場した包括的なネットワークサポートやより良い Linux 互換性のための第一歩となった初めて CD で入手可能となった0.25バイト2005年3月9日に バージョン0.25バイトが登場した。新しいカーネル205を改善した。このリリースでは、Windows、Linux、d o s MacOS に対してのサポートが追加された。このプロジェクトは現在ベータ版であり、誰もが簡単に使用できるわけではない。しかしながら、安定性と自動的なハードウェア認識は十分なものになっている。 バージョン0.25バイトのリリース以来、すべてのリリースはライブ CD として入手可能である。バージョン0.26以来、県は EOS のサポートとセットになっている。ありがとうございます。